ここは相当ひどく破壊されたようです。ほとんど跡形もとどめていません。胸が痛みます。昨日この辺りに来た時には思わず涙が出ました。先月トルコを訪れた久田光正さん。名古屋の東海高校で40年以上教壇に立ってきました。1995年の阪神・淡路大震災では被災地に入ってボランティア活動を行い、後藤さんの話は大変な悲劇でしたけれども、一方でその後も高校生たちと募金を呼びかけるなど、震災で親を失った子どもたちの支援を今も続けています。2011年の東日本大震災では、がれきの片付けや被災者の見守り活動などを行いました。私は高校の教員ですので、その自分の教えている子たちと同じ中学生、高校生を応援する仕事でやっていきたいと。今回のトルコ地震では、子どもたちの心のケアが課題という報道を目にし、現地入りを決めたといいます。ヌルダというかなりひどい、被害のあった町で、子どもたちのための、施設が開設されてましてね、1週間ほど子どもたちと遊ぶボランティアをしてこようと。子どもたちと一緒に遊べるよう準備したのは、切り取れますから、お絵かき帳にもなりますし、それからこれで紙飛行機も作ろうかな、色紙を使って折り紙ですね。被災地を訪れた過去の経験から、トルコでは子どもたちに思い切り楽しんでもらうことを計画していました。どこの被災地の子どもたちでも親が大変だっていうことはもう見や分かりますので、全体としては極めていい子になるんですね。どこかで解放するという、わーっと大声出せるようなもの、場所がね、僕は必要だってことを今まで30年近くの活動の中で感じてきたことですので。先月、自費で中部空港から出発しました。名古屋からおよそ8500キロ、久田さんが向かったのは震源地にほど近いトルコ南部のヌルダウです。無残にも崩壊している建物です。こうした姿も私は今まで見たことがありません。重機で物を取り出している、で埃を巻き上げているというのは、阪神大震災の時に街の中が大変埃っぽくてこんな感じだったということを思い出しました。国内外数々の被災地を訪れてきましたが、トルコの状況はこれまでの被災地と違っていたといいます。ここでは建築の問題もあって大きなマンションが潰れたり大きくひび割れたりしています。いろんな被災地に行ってきましたけれども、こうした状況を見るのは本当に初めてです。隣国シリアと合わせ
犠牲者は5万人以上、建物被害は21万を超えるとみられます。Burası bizimdi. Ev orada. 5. kat. İşte kurtar eşyalarımızı aldık. Gidiyoruz lan, yapacağız. Çok üzgünüz. Bir gecede her şeyimiz bitti. Kendi bedenimizde 25 kişiyi toprağa gömdük. Bana yardım elini uzatırsanız sevinirim. Muhtacım şu anda. 久田さんが訪れたのは、避難所に作られた子どもたちが過ごすテント。こんにちは。自治体が運営しているこのテントでは、被災した子どもの心のケアにも力を入れています。言葉の壁を越え、子どもたちとすぐ打ち解けた久田さん。日本の折り紙も大人気のようです。他にも避難所では、子どもたちに向けたさまざまな取り組みが行われていました。大型のテント村にはこうした子どものための遊具などが必ず置いてあります。この辺りも日本の被災地と随分違う状況だと思います。動物園です。動物がいます。すごいです。はい。トルコに1週間ほど滞在した久田さん。子どもたちとの再会を約束し、現地を後にしました。名古屋に戻った久田さんは、今月高校生に向けた講演を行い、トルコの現状や求められる支援などについて伝える予定です。さらに今、親を失った子どもなどに応援金などを届けるための準備も進めています。メッセージと、お金をいただければ、メッセージをちゃんとトルコ語にしてで届けていきますので、みんなを励まそうとしてるんだよっていうことを伝えますので、それはもうまさに顔が見える応援だと思うんですね。今後トルコ語も学びたいと話す久田さん。8月に再びトルコの子どもたちを訪れる予定だということです。